はい、どうも、映画アポロを監督しました近藤圭介です。よろしくお願いします。はい、このアポロという映画はですね、黒人の宇宙飛行士が宇宙に向かってバーンと飛び立つんですけども、ある一つのトラブルによって日本の小さな島に墜落してきてしまうという話です。まあ、実際そんな島存在しないような、まあ、島がこの映画には出てくるんですけども、けどまあそれ見てて全然違和感感じないような風に、作り上げたつもりでございます。でまあその島人たちっていうのはこう、まあ、日本人のまあ良き古き良きものを持った日本人のこう象徴的なイメージで作りました。でまあこうであってほしいな、家族とか友達関係とか、仕事仲間とかって、まあ、僕の理想はこういう人たちが一番まあいたらいいな、こういう人たちがだけが存在するような世界が一番幸せだなっていう思いで、このアポロの舞台を作り上げていきました。はい、作品のモチーフの宇宙についてなんですけども、そうですね、まあ、僕もともと宇宙っていうものがすっごい大好きで、まあその小学校中学校高校生の時はもうずっと宇宙のことばっかり考えてて、で、まあ、宇宙ってこうすごい男の人からしたらロマン感じるんですよ。でなんかこう映画作るっていう道にまあ大学入って進んだわけですけども、やっぱり宇宙についてこう自分で考えてみたいなって思って、でその答えがまあこの映画には詰まってると思います。で宇宙っていうのはまあ僕らが想像するまあ空にある宇宙という意味もあるんですけども、なんかこう人が踏み入れれない空間であったり、なんかこう人の想像を超えてきたものとかのことをまあ僕は宇宙って呼んでます。でなんかそれと全部ひっくるめて宇宙、僕はまあ将来的に宇宙になりたいって思ってるんですよね。まあ宇宙になりたい、宇宙になるために映画撮ってるっていうところもあるんですよね。うん、まあちょっと言葉じゃ言い表せないんですけども、まあそれもまあ宇宙、こう言葉じゃ言い表せれないこの感情もまあ一つの宇宙なんかなって。はい、この作品の見どころはですね、まあ一人の人間をこうずっと追っていくんですけども、こう何回も言ってもアメリカ人の宇宙飛行士で、まあ、僕たち日本人とはまあ全く違う存在なんですけども、なんか、考えてることは同じで感じる感情も同じでみたいな、その人種の違いとかを描いてて、でその黒人の宇宙飛行士がまあ島人たちとこう出会ってどう変わっていくかっていうのがまあ見どころですね。はい、このアポロという映画はですね、僕の、まあ、4年間大学大阪芸術大学で4年間学んだものの全てが詰まっております。で一緒にやってきた、チーム、カメラマン照明、録音、みんなのこうパワーと熱量と命がけで作った何かが、絶対に見えると思います。まあ、大阪芸術大学というのはですね、こうとても閉鎖された町にあるんですけども、そこでみんなこう映画を撮るしかないっていう状況に追い込まれるんです。他に
何にもするところがないのでですね、遊ぶ場所もなければ、遊ぼうと思ったらこう電車に乗ってこう街に出なければならないという、まあそのじゃあ何をするんだって言ったら、まあ、映画を撮るしかなかったわけですね。ぜひ劇場に足をお運びください。東京学生映画祭を見に来てくれるお客様はきっとみんなこう映画が大好きな人たちだと思います。こういった日本の自主映画、学生映画を見るお客さんっていうのは本当にこう映画が大好きで、映画を愛している人たちだと思いますので、きっとこのアポロという映画は僕たちの映画愛に溢れてる映画なので、お気に召してくれると思います。アポロ、楽しみにしておいてください。ありがとうございました。